イヒップハイキング。それでは出発。乗客の皆様は必ず進行方向を向いてお座りになり、シートベルトをお締めください。列車でシートベルト、なんでだろう。それでは出発。なんでこの世界の乗り物って。おお、なに。ようこそグリモワルの天国へ。ここは気候がいいのです。おお、なんか人って叫びたくなるな。どう突っ込んでいいかわからないからスルーするけど、まずはあっちに見える町の方に行こう。ここは南国エリア、グリモワルの天国よ。楽しんでいってね。戦闘でスローになると行動が遅くなってしまうんだ。ヘイストの魔法があれば簡単に治るんだが、なければ金の砂時計を使うといいぞ。ほら、持っていけよ。じゃあ、海の中の神殿について町の人に聞いてみようか。海底神殿？この辺りじゃ有名な噂話よね。まあ誰も行ったことないから結局は噂だけどね。海底神殿、ゼハピドムーカイネって叫べば素潜りが得意になるって聞いたんだけど本当かしら。いやあ、観光に来たのかな。ここはビサイドの港町、あまり広くはないけどのどかでいい町だよ。君たちもきっと気に入るはずさ。ゆっくりしていってくれよ。この町のどこかにとっても怖い人が住んでるらしいんだけど、そんな人見たことないのよね。そっちの方には行かない方がいいよ。なんでかって？
それは私の口からはとても言えないな。やっぱりこんな手紙じゃな。あれさえあれば。あ、あんたたちもしかしてミラージュ使い？なあ、魚の鱗を持ってないか。できればいくつか譲ってほしいんだ。ああ、ありがとう。これで自信を持って彼女に手紙を渡せるよ。ん？ああ、魚の鱗は手紙の装飾に使うんだ。告白の時に魚の鱗を一緒に渡すと必ず成功するってのが我が家のジンクスなのさ。ああ、その顔、変なジンクスって思ってんだろう。確かに魚の鱗って聞くと微妙だけどよ、見た目はめちゃくちゃ綺麗なんだぜ。何はともあれ助かったよ。お礼にこれ持って行ってくれ。どうしよう。手紙は完璧だけど告白する勇気がない。そこに大きなお家があるって本当かな？しましょう。この子がミラージュを見たいと言っているのだけれど、私では何のことやら。白くてモフモフ、小さいワンワンだけど本当はワンワンじゃないの。ねえ、この子の言うミラージュを探してきてくださらない？もちろんお礼はさせていただきますわ。モフモ、やっぱり私ではよくわかる。海底神殿に興味があるの？でもごめんなさい、私もよく知らないの。ここにはいろんな人がやってくるけど、最初に海底神殿のことを聞かれたのは初めてよ。海底神殿か、夢があるよな。
本当にあったとして誰が住んでるんだろう。みんな海底神殿のことは知ってるみたいなのです。でも誰も行ったことはないみたいだな。名前の通り海の底って言ってるから潜ろうにも息が続かないみたいね。線路はなかったから列車も通ってなさそうだしな。ん？マン、悩み事、相談受付中？マン、もう悩みを受け付けてるなんてすごい人なのです。ああ、そりゃ大変そうだな。よろずよよろず、バンジってこと。バンジ？ジャンプ？違う、あらゆること、何でもかんでもってことよ。おお、何でもかんでも悩みを聞いてくれるなら海底神殿への生き方も相談に乗ってくれるんじゃね。行ってみようぜ姉ちゃん。ちょっとラン、あの建物だな。今度こそ成功しそうですわね。あら、材料が足りなかったようですわ。頼もう！って変な挨拶しないでよ。誰ですの？あらあら、大人とは珍しい客ですこと。あんたか？何でも悩みを聞いてくれるってのは。ええ、言ってごらんなさい。どんな悩みなの？海底神殿へ。はい。なんかあそこまで行けるようにこう水で息ができる魔法とかそういうのないのか？水中呼吸、魔法かどうかは置いておいて、難しくはありませんわよ。ただ海の中で呼吸したところでいいことなんてありませんわよ。海流のせいで視界も悪いですし、広すぎて退屈なんですもの。そうなんですね。いやいや、退屈かどうかは置いておいて。そうね、難しくないんでしたらお力を貸してもらえると助かるんですが。そうそう、頼むよ。それがあなたたちの望みなのでしたら、ちょうど都合がいいですわね。都合？ようござんす、そちらのヘッポコ。もとい、そちらの坊やから参りますことよ。できてないんじゃないかしら。どうして？まあまあ、あなたそりゃそうでしょう。水の中で息ができるようになったら今度は地上で息ができなくなるでしょ。分かっててやるな！あらら、私の親切に対してそんな口を聞くな。私ぶち切れますわよ。Yeah.
ちゃん。あら、お目覚めですわね。じゃ、あとはよろしく頼みますわ。わかったっす。海の中だけど息してるよ。陸で息できなくなってるんだけどね。海底神殿なら何度か行ってるから案内するっす。で、もしかして私たちウッズヒルにも帰れないんじゃない？それは大丈夫なのです。おお、タマは海の中でも平気なのか？人と一緒にしてもらっちゃ困るのです。えっへん。じゃあタマだけが神殿に行けばよかったんじゃ。そんなの無理なのです。この先もお約束のごとくミラージュのスクツじゃなくて巣窟なのです。タマだけじゃすぐにパターン9なのです。はいはい。で、この状態でウッズヒルには戻れるって本当？あそこでは時間だけじゃなくて魔法の効果や呪いの進行も止まるのです。だからラインウッズヒルに戻るのは問題ないのです。よかった。けどウッズヒル以外のところには行けないってわけよね。ま、サクッと海底神殿に行って。あれ、鍵見つけた後これってどうなの？あ、それなら俺が呪いを解く薬を預かってるから大丈夫。よかった、ちゃんと元に戻れるんだ。で、これ呪いなの？マジで？だってチャントット博士の専門は呪いだしね。そうだったんだ。まあちゃんとこれが解けるならいいけど。でもそのチャントット博士から、この開示薬はアチョルビーと交換だとあのヘッポコ兄弟に伝えなさいなって言われてるから、頑張って手に入れるっす。ヘッポコ兄弟？うわぁ、私までヘッポコ扱いなの？ランだけじゃなくて。ねえ、そこなの引っかかるの？ところでそのアチョルビーって何なのです？あ、そうそう、それって何です？アチョっていう、あ、ちょうどそこ泳いでる、あれのクイーンが流す赤い涙がアチョルビー。へえ、でもなんかすごくレアそうに聞こえるけど。そうだな、10年に一度しか取れないとか言われて、市場では1億ギルはくだらないって聞いたよ。マジで？二度とあの人に頼み事するのやめよう。あれ、そういえばティーダはなんで息できてるの？ブリッツボーラーの呼吸法があってさ。え、ブリ？うん、まあこの話はまたそのうちだ。
じゃあ俺は海面の方で待ってるから、頑張ってアチョールビー見つけろよ。ああ、頑張るぜ。それそもそもの目的じゃないんだけど。でもいっぱい見つけちゃえばもうギルには困らなさそうなのです。おお、タマいいこと言った。姉ちゃん、いっぱいアチョールビー見つけようぜ。だからそれ目的じゃないって。トットと海の鍵とアチョールビーを探して呪いを解いてもらわなきゃ。ルビールビー、アチョウのルビーで億万長者。Thank you.